合高なって第7レース S 級予選競争スタートです前を争うのは各ラインの2番手の選手山口立川そして志村ですここは内枠生かして1番の山口前をキープ九州勢前段になります中段立川取って南関勢そして志村は今3番手でライン的には後方になりそうです1周バックストレッチ まず動いたのが6番の関根健太郎で立川の前に収まります参考ー,ーあたりから動いていくのは7番の原口、4番の工藤そして3番の伊藤は志村との連携後方で出来上がっていきそうです2周回目に入っていきます各ラインともそれぞれ位置取りが落ち着いたようです前から7番原口、1番山口、4番工藤の九州取りを 中団は六番関根に二番立川の難関コンビ。そして三番の伊藤、五番の志村、関東両者後方です。二周目バックを通過していきました。正功法が七番の福岡の原口翔平です。前回別府の f. ワン戦は三日間ともバックを取っています。当時は S. Q. 初優勝のバンク。マークは一番の山口隆弘です。 今年は発祥をマーク、連帯率は四十八パーセントと堅実です。ライン三番手が四番の工藤文彦、残り三周を切っています。中段四番手はバック一番多い六番の関根。そして二番立川との。同期コンビになります。そして三番の伊藤慶太郎、原口とは同期。バックは十一本、後ろ攻めからどの辺りから動いていくでしょうか。マークが五番の志村隆起です。 淡々と流れが進んでいきまして赤番手前4コーナー後方から3番の伊藤圭太郎が上がっていきます同期の原口をまず叩いていきます追った流れから6番の関根が前へと踏んでいくか3番手原口をまず抑えますがその流れから徐々に前へと上がっていきますここはまず6番の関根が打掌で主導権反発を入れず巻き返していくのは5番手から7番の原口です 伊藤がちょっと詰まれる形になりました。関根の先行、原口がホーム手前でねじ伏せます。残り1周回です。 追って1番山口そして工藤ですが6番関根も3番手コース粘っています一方3番の伊藤もこの間に徐々に徐々に上がっていきまして3番手外3コーナーから2センター反撃のね打って出るんですが逃げに粘っています7番の原口2番手1番の山口その後ろからは工藤あとは3番の伊藤5番の志村ですが抜け出して1番山口です原口の番手から1番山口が抜け出しました あとは7番の原口が粘ったようですその後は4番工藤5番の志村辺りの争いホームで主導権を奪った原口の先攻の番手から1番の山口貴弘を抜け出してあとは2着には逃げ粘って7番の原口追走4番の工藤か伸びた5番の志村か3番手争いここは4番工藤も粘った模様でラインの123の模様一応の二戦順決定もう少々お待ちください以上第7レースでした